フィリップ・アダムス・キーはフランスのオリエンテーリング選手であり、2011年には母国フランスで開催された世界選手権のリレー競技で優勝している。今でこそフランスを代表する選手の一人であるが、オリエンテーリングとの出会いは遅く、競技を始めたのは17歳の時だった。しかしながら上達は早く、競技を始めた翌2003年にはエストニアで開催された。 ジュニア世界選手権、ジャワック2003に出場し、ロング競技で101位の成績だった。ポーランドで開催された、ジャワック2004では、ミドル競技で17位、ロング競技で11位と成長を見せ、スイスで開催された、ジャワック2005では、ミドル競技で銀メダル、ロング競技で銅メダルを獲得するに至った。ジャワック2005や2006年に、 スロバキアで開催された世界学生選手権で銀メダルを獲得した実績が示す通り、初めてからの日は浅いものの、シニアの舞台に上がるには十分な実績を残していた。2006年にデンマークで開催された世界選手権に初出場。2008年のチェッコではミドル競技で入賞まであと一歩の7位となり、2009年のハンガリーでは、 初めてリレー競技のフランス代表に選出された。国際舞台で初めて入賞したのは2010年にブルガリアプリモルスコで開催されたヨーロッパ選手権であり、ロング競技とリレー競技で銀メダルを獲得した。翌2011年、地元フランスでの開催となったウオック2011ではミドル競技で9位、ロング競技で7位という成果を挙げるとともに、リレー競技では フランスはノン・テイリー・ジョルジュラと共に優勝し、故郷に二を飾った。2012年、スウェーデンで開催されたイーク2012のリレー競技でも、銅メダルを獲得している。ありがとうございます。